こんにちは、研究員の相良いよりです。今回はあるものを電子化して一番を獲得した企業と伺ったんですが、何を電子化したと思います？電子化、まあもう本当にあらゆるものを電子化してると思うんですけど、今回はその社員さんの、その何でしたっけもう早速行ってみたいと思います。訪れたのは東京都目黒区にある株式会社シムトップスさん。マーケティングチームの前川さんが出迎えてくれました。早速一番の秘密を探るために社内に潜入。すると、ね、ガラス張り、はい、ガラス張りにすることで開放感を持たせていて、はい、ここで一番難しいな。ちょっとお聞きしてもいいですか？はい、実は我が社は現場帳票をデジタル化したファイレポーターというサービスで、現場帳票電子化ソリューション市場で一番を獲得しました。そう、こちらの株式会社シムトップスさんは1991年に国産生産スケジューラ専門会社として誕生。ある時製造現場に紙やエクセルの帳票が山のようにあるのを見たことからヒントを得て、2011年にアイレポーターを開発したんです。しかし、いおりちゃんには気になる点が。そもそも帳票って何なんですか？はい、帳票っていうのは毎日現場でですね、今日はこんな作業をしましたよっていったものを紙に記録していってるんですね、はい、それが現場の帳票ですね。なるほど。例えばなんですけども、今日はこのシムトップスの、はい、掃除をするチェックシートを用意しているんですけども、実際に相良さんにこのシムトップスの掃除のチェックシートをですね、はい、書いていただきたいと思ってますので、はい、あ、はい、はい、わかりました。帳票を記入したことがないいおりちゃん、ということで今回初めて挑戦することに。年月日、日付は、22年ので、うわ、写真も、あ、清掃前に撮んなきゃいけないんだ。チェックシートに従い仕事をこなしていくいおりちゃん。51分、終わりました。どうです、初めて報告書。これが、その作業現場だったりとかになってくると、もう紙だと濡れちゃうかもしれないので、これはめんどくさいです。では、帳票を電子化したアイレポーターではどうなのか。え、もうびっくり。開始時刻はもうすでに書いてある。作業者名。うわ、登録してある。すごい。そうですね、掃除をする人っていうのも、まあ、大体決まってると思うので、はい、そういった人を最初からこう登録しておくことによってワンタップで入力できるようにしてますし、先ほど驚いていらっしゃった日時とか、はい、今から開始するっていう時間についても、はい、この帳票を開いた瞬間に自動でちゃんと入るようになってるんですね。先ほど体験されて思ったと思うんですけど、はい、一から全部書くのってむちゃくちゃ面倒くさいですよね、はい、なるべく現場さんにはやってほしくないっていうことで、はい、自動入力の機能は多くあります。で、さっき写真を撮られたと思うんですけど、このカメラマークぜひ押してみてください。カメラマークだ。カメラが、うお、カメラになった。おお、あ、しかも再撮影とかもできる。すごい、一瞬でもう登録されてるんだ。で、終わったら、これは終了時間っていうのは、実は作業終了時間も保存した瞬間に自動で記録されるので、はい、書かないでいいんだ、はい。これで本来は書いたものを事務所に持って帰らないと管理者さんはその作業したか分かんないんですけど、どこからでも今書いてもらった記録を見ることができるので、管理者さんもすぐ作業の現場の内容を知れるという形ですね。素晴らしい。実際紙の場合はあれ書いただけじゃなくて、事務所に戻ってエクセルに打ち直したりしないといけないので、今さっき書いてもらってめんどくさいって言ってたことをもう一回やらないといけないんですよ。さらにアイレポーターにはこんな機能も。例えば箱に入った商品を一つ一つ数えて、その内容を手書きで記入しなければいけない確認作業、これって大変ですよね。そういう時にあらかじめ箱にバーコードを貼り付けておき、
バーコードの読み取り機能を使うと、それで完了っていうボタンを親指で押してみてください。はい、それでもう全部読み取りができました。早っ。アイレポーターのバーコード一括読み取り使っていただくことで、こんなに早くやれちゃうんですね。すごい。さまざまな機能があるアイレポーターですが、なぜ一番を獲得できたのでしょうか。お客さんが使っているものがそのまま電子化できますよ、アイレポーターにできますよというのが一番良かった点だと思います。あ、確かに現場さんのノウハウの塊っていうのが、まあ、帳票っていうものになるんですけれども、それをそのままアイレポーターだと電子化できるっていうのが、やっぱりお客さんからすると一番嬉しいことなんですね。実際にアイレポーターを導入している企業さんにお話を聞いてみると、従来3人がかりで処理していた業務が職人さん1人でできるようになり、生産性が向上しました。収集できるデータ量も大幅に増え、顧客への提案分析の品質向上につながりました。アイレポーターを導入してよかったです。最後に今後の目標について聞いてみました。昨今ですね、さまざまな現場で DX 化が進んできているんですけれども、アイレポーターをですね使っていただくことで、わざわざプロのシステム会社さんにですね、そういった帳票の電子化っていうのをお願いしなくても、自分たちで DIY のようにですね、紙の帳票をデジタル化することができるんですね。私たちは現場の生産性を一番向上させる現場 DX プラットフォームの企業として、今後も頑張っていきたいというふうに思ってます。じゃあこれからもさらなる一番を目指して頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。